あーすごい、まあね、台湾の、台湾タオイエのね、地元のちょっと市場に来ております。すごいでしょ、まあ南国なんで、まあ、台湾の、まあ、地元の名産品とかね、いっぱいあります。うわーこれマンゴーだね。マンゴー1キロ49、スーセマ0.6公斤、0.6キロですよ。0.6キロで49元、だから200元ぐらいですね。わあすごい安いなー。これも30元、あ1個30元、牡蠣っすね。あドラゴンフルーツ行こう。ドラゴンフルーツ、あ出た、フルーツの王様、何だっけ、ドリアンだ、ドリアン、ドリアン、はい、ホンローだ、ホンロー行こう。違う、2個、2つ、ドラゴンフルーツの赤色ですね。0.6キロで60元、白くにして240円ですね、日本円で240円、 0.6キロ240円で、こっちが白肉で、これスイカですね。あちょっと日本と違う形やな、これ長細いですね。はあ、こういうね、日本とかちょっと違ったね、フルーツもいっぱい置いてます。あぶどういいね、バナナ、やっぱり南国っつったらバナナかな。あーいいバナナ、いいバナナが揃っております。オーストラリアでバナナ農場で働いてた僕が言うのが間違いないでしょう。いいバナナが揃っております。あいいですね。あこっちもリンゴ、キウイ、ね、値段はね、ここにあります。100元。これキウイですね。まあ、1個ではないけどね。まあ、1袋100円みたいな感じでしょう。で、こっちも1粒49元。高いな。あ、ゼスプリやからか。ゼスプリのキュウリやから。あー、みかんとリンゴですね。はい、買っております。170元ですね、ドラゴンフルーツ2つと、はいお前様、あこれ梨1つで170元だから だいたい600円ぐらいですね、日本円で600円ぐらいです。ちょっとね回ってみましょうか。あーすごい、ここは海鮮ですね。海鮮のところがあります。まあ、台湾もね、結構海鮮が有名です。あ、で、ここが、お肉ですね。あ、このまま直接食べれるらしいです。あ、これダックやね。肉、あ、いいね。あ、こうやって丸々、いい感じで。丸々ありますね。まあ、日本人の人から見たら、ちょっとまあ、こんな感じで。台湾ではね、丸々売られております。うわ、うまそう。あそこにいっぱいおるわ。だいぶ取り殺してるな。ここ市場です。あ、これはね、ここはね、揚げたやつですね。揚げたやつ。あー、ここもパックになってて、これ、エビたちと海鮮、ホタルイカなんかもありますね。うん。あ、全部ちゃんと料理されてるので、あ、ここで、まあ夜ご飯とか、そういうのおかずを買って家に戻ると。こんな感じ。あ、いいですね。こんな感じ。うんうん。あれ、どこ行った？アイシャどこ行った？あ、こっちも果物屋さんがある。すげえ。どでかい犬座ってるで、ここに。暑いからな。そこで休んどきや。はい。まあ、これ朝、早朝から開いて、で、お昼はちょっと休んで、で、夕方から、まだ夜にかけて、開いてる市場ですね。あ、ここで鳥を洗ってるわけですね。ここら辺でさばいてるって感じですね。あ、これ刺身だ、刺身。刺身があるよ。刺身屋さん。あ、コーギーがいる、コーギー。めっちゃ可愛い。お肉屋さんですね、お肉屋さんのコーギー。わ、だいぶ可愛い。だいぶいっぱい食べてるけどね。だいぶいっぱい食べてるコーギーがいるけど。でかいな。
でかいな、お尻めっちゃでかいな。あ、めっちゃ可愛い。こんな感じ、すごい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 。おー、これでおでんとかいっぱいありますからね、こうやって。おー、お肉屋さん盛り上がっておりますよ、ここは。これデザートですね。でかデザートでか。あ、これソーセージ、これすごいいいソーセージですね。あ、ここ来た。あ、これめっちゃいい。これ台湾のタケノコ、これすごいうまいんですよね。もう大好き、台湾のタケノコ、むちゃくちゃ美味しいんですよね。あ、で、これは、あ、カエルや、カエル。カエル売ってるわ。カエルとカキも売ってるしね。横にイカとかもいっぱい売ってる。あー、いいですね。アサリとかもあって。で、こっちは、野菜ですね。野菜と、あと、まあ、こういう練り系、練り物系。豆腐とかもいっぱい売ってる。そうですね。野菜たち。あー、これいいですね。これすごい。タケノコめっちゃ好きなんですよね。台湾のタケノコほんまうまいですから。何回も言いますけど、皆さん。あ、こうやってね、向こうで働いている人らもいます。ここでパッキングされてるんですね。新鮮な野菜を。はぁ、あ。まあ、お値段ですね。35元。120元。120円とかですね。これは一つ一斤。一斤 0.6 公斤二十五。0.6 公斤。这是几公斤？对，差不多。两公斤。两公斤。まあ一斤は0.66キロですね。600グラムで、値段書いてますんで、ここは基本そうかな。一斤、これもそうですね。ネギ。ここに一斤って書いてあるんです、ね。ネギは自身。ネギこれか。これ3つで100元とかですね。2つで50元とかね。まあ、こんな感じで、今のね、市場の時間帯、賑わっております。はい、じゃあ行きますか。暑い。マイシャの実家にはね、ま、もういっぱい、こういう市場がすごいあったりとか、大きい公園もあるし、あとはスーパーもあるし、コンビニもあるし、郵便局、学校、小学校、中学校、高校も、いっぱいあります。なので、あ、アビコみたいな感じですね。アビコみたいな感じですね。愛車住んでるところ、大阪の。まあ、アビコって、まあ、言ってるけど、どこかわからない人もいると思うんですけれども、まあ、大阪市の一番南の方ですね。はい。ということで、まあ、緑島ね、出まして、9月1日から、ちょっとタイのプーケットの方にね、活動を移したいと思いますので、まあそんな感じで動画撮っていきますんで、皆さんよろしくお願いします。バイバーイ。